春の訪れとともに人々の心を魅了してきた桜。ここ足立区の桜は世界の友好の架け橋となっています。そしてまだまだ知られていない桜の名所が足立区にはたくさんあります。まずは区内の桜の名所をご紹介します。最初にご紹介するのは足立の玄関、千住の桜。北千住駅の大踏切から荒川まで続くおよそ800メートルの桜のトンネル。こちらでは106本のソメイヨシノが楽しめます。桜のトンネルが作る幻想的な世界を体験できます。続いては足立区の東側、水路沿いの桜が見事な葛西用水浸水水路。水路沿いに続く遊歩道にはおよそ290本のソメイヨシノが植えられています。暖かな春の日差しを感じながら川のせせらぎと満開の桜を楽しめます。また遊歩道の途中にある足立区立郷土博物館では美と知性の宝庫足立を開催します。今回の特別展では文化遺産調査で発見された酒井抱一、谷文晁、その弟子たちの作品などおよそ80点を展示します。文人たちと交流し豊かな美と知性の宝庫であった江戸期の足立の様子を振り返ります。前期が3月13日から4月17日まで、後期が4月19日から5月22日まで開催しています。また3月26日から4月4日までの桜祭り期間中は無料で公開しています。月曜日も開館しますので郷土博物館にもぜひお越しください。さて続いては人気のこのコーナー、住んでるドラゴン、ミリー、ドリー、リリーは地球温暖化防止のために頑張る3兄弟。今日も環境のために足立区内をひた走る。頑張れミリー、ドリー、リリー。負けるなミリー、ドリー、リリの西側の桜の名所といえば都立舎人公園。こちらでは毎年4月に舎人公園千本桜祭りが開催されています。今年は4月2日土曜日、3日日曜日の2日間、足立区の友好都市や町会自治会などによる物産展をはじめ、警察消防などによる PR 展など開催。また子どもたちにも大人気のふわふわドームやジャンボスライダーなどイベント盛りだくさん。足立が誇る春の一大イベント、舎人公園千本桜祭りにぜひお越しください。ご紹介した場所以外にも足立区には各地域に桜の名所があります。毎年
多くの人に楽しんでもらおうと、足立区では桜の名所を回る花めぐりバスを運行しています。舎人公園千本桜祭りに合わせて、今年は4月2日土曜日、3日日曜日の2日間、午前9時から午後4時まで運行します。区内を六町駅から郷土博物館、菖蒲沼公園をめぐる東コース、見沼台親水公園駅から都市農業公園や西新井大師をめぐる西コース、舎人公園や元淵江公園をめぐる中央コースの3コースがあります。花めぐり手形を300円で購入し、乗車時に提示すれば全コース乗り降り自由。区内の桜の名所をめぐるときは花めぐりバスが便利です。ところで、足立区の桜はいつから植えられたのでしょうか。それは明治19年、まだ荒川放水路ができる前のお話です。現在の隅田川の近くにあった熊谷堤という場所に、江北村の人々の寄付によって桜が植えられたのが始まりでした。その数78種類3225本。その見事な桜は当時の新聞に五色の雲がたなびく如しと掲載され、五色桜の名所として日本人のみならず外国人も訪れました。明治45年には日米の友好の印として足立の五色桜がアメリカのワシントンに贈られ、交流桜となっています。この時に贈られた桜は現在もポトマック公園で咲き誇っています。当時の桜の名所はなくなってしまいましたが、桜の復興に向けてさまざまな活動が行われてきました。その一つが平成21年にスタートした足立区平成五色桜事業、ふるさと桜オーナー制度という寄付によって663本、20種類以上の桜が植えられました。まだまだ幼い桜ですが、10年後、20年後には足立の新たな名所として多くの人を魅了するでしょう。明治19年から始まり、足立の人々の心を支えてきた五色桜。その思いを今に残そうと活動を行っている江北村の歴史を伝える会の会長、浅香さんにお話を伺ってみました。もうこの、スタートのきっかけにも関連するんですが、江北村の歴史を伝える会ということですので、江北村の歴史をまず皆さんに伝えていこうというのが会の活動なんですね。それで、まあ、ここの地域を振り返った時に一番有名なのが五色桜じゃないかということで、提案がありまして、五色桜をまず自分たちで勉強してから地域の人に伝えるということで、それが出来上がりまして、それをいかに地域に伝えるかということが今大変なテーマにしております。その中の一つがここにあります、江北五色桜資料展示室でございまして、ここにいろいろと展示して多くの方に見ていただきたいというのも、一つの活動になっております。江北村の歴史を伝える会の資料展示室は都市農業公園の中にあります。五色桜の育成に尽力した船津製作さんが残した江北王府をはじめ、
歴史的にも貴重な資料が多数展示され、五色桜の歴史を感じることができます。船津製作さんが常に桜の研究をして一生懸命やっているときに、平成のつい最近亡くなりました船津兼松さんがまだまだ小さいお子さんの時におじいちゃまの後をついて、やはりこの桜の並木は一緒に歩いていたんだそうです。その時にですね、まさか、自分がこの桜を継ぐとは思っていなかったと、継ぐ気はなかったと、しかしながら周りからおじいちゃんが立派にやったのになぜ継がないんだということを皆さんに言われたそうです。私はその時におじいちゃんの後ろ姿を見て、それで自分もやろうというふうに思ったんじゃないかと思うんです。お孫さんを連れて歩いたその姿が今日の兼松さんの研究心にもつながったんじゃないかなというふうに思っております。小さい時はおじいちゃんの後についてお団子買ってもらうことが、お花見のお団子買ってもらうことが大変楽しみだったそうですが、振り返ってみたらそれがきっかけで植物学者になったということは大変素晴らしいことだなというふうに思います。こうした活動をもっと多くの人に知ってもらいたいと、江北村の歴史を伝える会では五色桜の歴史や桜の種類を詳しく書いたガイドブックなど2冊の書籍を出版。これらの本は都市農業公園や江北地域の書店で購入できます。また平成24年には浅香さんが区民桜親善大使に任命され、ワシントンで行われた桜祭りに出席、日米桜友好100周年のスピーチも行いました。なかなか地元の人でもこの桜がアメリカに渡って、今現在アメリカの桜祭りを大統領夫人が実施しているこの現場の桜がこの江北から行った五色桜だということをあまり多くの人が知られてないんですね。このことをぜひ知っていただいて、この足立区を大変誇りに思ったり、私たちの住んでるここを、さらにこの桜を宝物としてみんなで見守って育成していきたいなというふうに思っております。そしていよいよ区長さんがやっております五色桜の復活の荒川堤防の植樹も今年の2月でどうやら終わり、目的が達成いたしました。これが10年後にさらに当時の五色桜のように多くの人を呼び寄せて足立区が良い町づくりになったらいいなというふうに思っております。五色桜をきっかけに桜について学んできた浅香さんに桜の魅力を伺ってみました。なんと言っても桜は私たちの心を癒してくれます。どんな壁に突き当たっている時でも満開の桜の木の元に立って空を仰げば一面桜が咲いている、その様子を見て私は怒る人はいないと思うんですね。心から微笑みが出るし、また勇気が湧いてくると思います。そんな桜には不思議な魅力があると思っております。やはり日本の、花だなというふうに思っております。江北村の歴史を伝える会の活動拠点でもある都市農業公園ではおよそ50種類290本の桜が楽しめます。皆さんもぜひ色とりどりの桜を見に来て楽しんでください。また4月2日から17日まで開催される五色桜祭りでは体験イベントや野菜の販売などが行われます。ぜひ皆さんお越しください。100年を超える足立の人たちの思いがこもった桜、昔の歴史を振り返り、日本のふるさとの懐かしい風景を感じながら桜を眺めに足立区へ足を運んでみませんか。